中小企業に勤める私、その日もブラックな残業を終えて趣味のゲームに没頭していたはずだった。しかしゲームと同じ乙女ゲームの世界に転生した私の推しは、平民風情が私と机を並べようなんて身の程を知りなさい。悪役令嬢である。あら、ごめん遊ばせ、ぼーっとしていらっしゃるから置物かと思いましたわ。クレア様は私のこと嫌いですよね。それで OK です。今後もどんどんいじめてください。さあ、楽しい楽しい学院生活の始まりですね、クレア様。なんで私があなたに巻き込まれる前提で話が進んでます。